内海武の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹野内科クリニック、河原特攻の診療所、院長内海竹野と申します。この放送では、医療にまつわるちょっと役に立つ小話を、毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開生収録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、 え毎週金曜日は1週間の放送の振り返りとドトのコメント返しをやっておりますので、えー、今週もやっていきたいと思います。今週振り返るのは、えー、っと、第967回ですね、AI で肺結症予測、郵便局でオンライン診療、がん患者の要介護認定から、えー、っと、第972回ですね、患者さんとご家族のための CKD 療養ガイド2024を読むまでの 放送ですね、の振り返り、コメント外をしていきたいと思います。まずは、えー、第967回ですね、AI で肺血症予測、郵便局でオンライン診療、がん患者の要介護認定、他を取り上げさせていただいた、えー、回ですけれども、コメントが、えー、ちょっとお待ちください。あやままさん、ゆかりんりん、もみじさん、えー、あっちゃん、まるともさん、き、え、み、ー、さん、なりたさん、 かんちゃんからいただいております。ありがとうございます。えっ、ー、と、まずは、あやままさん。えー、私はかんではありませんが、福祉導入で様々な申請が必要で申請をしていますが、どれも2ヶ月ほどかかります。仕方ないですけど。でも、ショートステイなども寄用しているのに、2ヶ月も申請して、うん、申請から許可がかかっていては、えー、全然緊急措置になりません。 えー、自治支援負担額に関しても収入が減っているから申請しているのにということで、はい、コメントありがとうございます。これ、あれですね、がん患者さんの介護保険のニュースですね。うん、まあ、がん患者さんに関してはね、本当に、うん、まあ、最後、 自宅で過ごしたいっていう方の希望を叶えるための、ね、手段って、まあいろいろあるんですけれども、そのうちの一つがね、やっぱり介護保険の申請なんですね。だから、まあ比較的ね、在宅医とか、あ在宅医というか、訪問診療してくれる先生とかですね、あとは訪問看護ステーション、このこ辺はね、まあすぐに見つかって、まあ言ったらそれだけだったらね、もう翌日とかにも帰れるんですけれども、ただ介護保険の部分が、みたいなところはねネックになる部分もあるんで、まあこれはね、ちょっと、本当に、 まあ迅速審査みたいなのがあったらいいかなというふうには思いますけどね。まあ、行政も頑張ってはくれているとは思うんですけども。はい。はい、ありがとうございます。えー、続きましてが、えー、っと、もみーさん、えー。郵便局でのオンライン診療は保健所の審査が通るんですかね過去特区から、僻地のありがたい好み、高齢化した無理存では心強い、えー、薬も薬、 あ郵便局に届くのかなっていうことで、ああ、じゃんけんの時に寝てしまったっていうことで、はい、うまいです。はい。これは多分ね、その特区的な感じなんだろうと思いますね、まだ。はい。少なくとも、はい。まだ、あの、えっ、ー、と、トライアル的にやってるだけなんで、はい。なので、まあ、郵便局でもありと思いますけどねど、どんなところでもね、郵便局はありますからね。はい。なので、うまいこと言ってもらいたいなというふうに、あ今回は違うわ。 今回はトライアルじゃなくて本格的に始めるみたいなんでしたよね、確かに。はい。なので、どれぐらい継続してできるのかっていうのも興味津々でございます。はい。ありがとうございます。えー、続きましてが、あっちゃん。 えー、いろんなニュース解説ありがとうございます。お母様から腎臓をもらって、無事に移植できた記者の方、お母様の、その後ま順調でよかったです。お二人が元気に過ごせると良いですね。ということで、はい、コメントありがとうございます。このあれですね、毎日新聞だったかなの記事のやつですよね。あの、これね、書籍、ちょっとご紹介しようかなというふうに思っておりますので、また、はい、ちょっと、あ、今でも URL が、切れてしまっているの、これ。あの、はい、またどっかのタイミングでご紹介したいなと思います。ありがとうございます。 はい、続きましてが、えー、っと、丸ルさん、えー、看護師がエコー、無理です、丸ルトはできない、優しくご指導くださいっていうことで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なのかな。あの、看護師さんのね、エコーで、ね、最近すごいトレンドなんですよ。トレンドですし、エコーとかね、正直練習したら誰,誰でもって誰ですけども、できるようになりますからね。僕らもね、あ,あの、医者一年目の時、だいぶ特訓してできるようになったんで、はい。あの、普通に、 なんていうか、まあ練習すればできるようになる主義の一つかなと思いますね。はい。はい、ありがとうございます。えー、続きましてが、ティミーさん、えー、今日は目が覚めずアーカイブで残念。えー、オンライン診療と終末期がん患者の要介護認定が間に合わないニュースは興味津々。住んでいる地域で医療機関が身近に。 ないところは増えているし、オンラインに簡単にアクセスできない高齢者も増えているので、選択肢が増えるのはいいことですね。が、え、ん、ー、の終末期だと予想以上に病状が進むことがある,、うん、進むことがあるのに、申請しても認定間に合わないことは問題となることと、問題となることがかな多いとは。 えー、福祉用語があることで、えー、本人も家族も負担が減るし、他の在宅サービスも高能でスピーディーに導入が必要なので、えー、国として対応が早くできるようになることを望みます。ということで、はい、コメントありがとうございます。そうなんですね。だからまあ、これ、あの、もう見込みで知ることが多いですけどね。はい ですしあとはねえっ、ー、とこれ以前も話したかと思うんですけれどもこの病の軌跡っていうイルネストラジェクトリーっていう考え方があって、えー、例えば心不全とかね、えー、呼吸不全とか徐々にこう まあ急性増悪という、急に悪くなったりすることを繰り返しながら、徐々に体力をしていくんですけれども、がんの終末期ってね、結構ね、その最後の最後、2週間前ぐらいまでは、ね、体力を維持されてるんですよね。で、最後の最後でガクガクとこう体力が落ちてくるんで、そこにこういろんなサービスを、ね、こう集中的に入れないといけないっていうところがあるんで、この病気ごとのね、このこ奇跡、その、えー、と経過がだいぶ違うっていうところも特徴としてありますよね。はい はい、ありがとうございます。えー、っと、続きましてが、あそうそうそう、えー、っと、カンちゃん、えー、っと、介護保険申請さえしていれば、申請日にさかって給付なんですけどね。まずは あ許宅支援事業者に連絡をして代行申請の依頼をしてほしいです。ちなみに、えー、訪問看護に関して言えば、介護保険でも医療保険でも開始できるので、必要な時には、まず訪問看護ステーションにご一報っということで、はい。ただ、ああ、そっか、今さら記事を見ましたが、認定調査がされていなかったんですね。調査ができないと一時判定もできないから、判定不可になってしまいますね。手続きは早くです。ということで、はい。コメントありがとうございます。いや、本当にその通りで、そうなんです。だからもう、 は早め早めに手続きをっていうのはね、あの僕らも結構ね、患者さんご家族で、ね、よく言うんですけれども、はい。本当に早くやってもらえたらと思います。あとは、まあ、訪問過後に関してはね、やっぱりがんの終末期とか医療で入ることもしばしばありますからね、医療で入ってもらって、まあ、介護保険は別に使うみたいなのは結構よくやられるんで、はい。まあ、とりあえず、あのでも申請主義なんであの、申請しないと始まらないんでっていうところありますね。はい。ありがとうございます。 はい、続きましてが、えー、と第968回ですね、1週間の放送の振り返りと、どどのコメント返しですけれども、えー、コメントが、やママさん、ゆかりんりん、えー、成田さん、もみじさん、あっちゃん、川口し e o さん、えー、まるともさん、キャスパーさんからいただいております。ありがとうございます。まずは、ゆ、えー、かりんりん、おはっぴこだわん、えー。今週もたくさんのコメント返しにチャット読み返し、お疲れ様でした。はい、決勝発見 はバイタル治療が大切。はい、肺結晶という言葉だけではなく、怖さもしっかりでかいできました。と思っているだけだったりして、いやいや、ちゃんと要点は押さえてるはず。はい,い、大丈夫と思います。えー、最後のあ、リンリンもありがとうございました。そういえば、チャット読み返しタイムの時に、チャッと書きましたが、2号くんはお元気ですかかっこ笑いっていうことで、はい、2号くんはお元気にしております。お元気にしてるかな。はい。 はい。ということで、ありがとうございます。あの、敗血症シリーズね、まあ、敗血症ってね、本当に重要な病気、病気というか病態なんですけれども、意外と知られてないなと思って、はい。あの、少しでも、怖さが怖、怖さっていうか、まあ,あの、怖さだけでもないんですけれども、はい。でも、本当に早期発見、すごい重要なんで、早期発見、早期治療ですね。はい。はい。ありがとうございます。えー、続きましてが、成田さん。 コメントのお返事ありがとうございました。ドラマ化より漫画家の方が楽かな。いろいろな媒体で正しい情報をお知らせできるといいですよね。いつも学べるお話ありがとうございます。ということで。はい、コメントありがとうございます。いや、そうなんですね。これね、ちょうどあの先週ね、心身学会があって、ちょっといろんな先生方とも話したんですけれども、うん、やっぱりね、こう、どういうふうに啓発するかみたいな、まあちょっとそういうね、パネルディスカッションもあ松崎ここを招いてやりましたけれども、 はいろいろな方法あると思うんで、ちょっとまた検討していきたいと思います。はい、ありがとうございます。えー、続きましてが、キャスパーさん、コメント返しありがとうございます。祈りのカルテは原作は小説です。緩和ケア科以外にも、腎臓内科、循環器内科、小児科など、いろんな診療科の物語が。 書かれていますあと最後の方にドクターの説明を録音する話が出てましたが、病院によっては録音 NG なところもあります。えー、その場合はメモするしかないですよね。メモメモ。私は外来の日はメモだらけになります。ということで、はい、コメントありがとうございます。はい、そうですね。まあ、あの少なくともね、その病院で聞いあの先生によっては、ね、そのメモを先生の方が書いてくれるところもあると思う、先生もいると思うんですけれども、はい、耳だけで聞いてね、わかる方、一発で分かる方って、ね、 ほぼいないと思ってるんで、僕的には。はい。なので、メモして帰るか、まあ、録音可能だったら録音して帰るか、みたいなのがいいんじゃないかなというふうに、個人的には思いますよね。はい。はい。ありがとうございます。えー、続きましてが、第969回ですね。ここからは腎臓シリーズですけれども、腎臓学会開催 NOW。慢性腎臓病のリスクにならないものはどれかっていうことで、はい。えー ただ、これね、えっ、ー、と、以前に言った、あの、問題だったんですけども、まあ、2回目でしたけれども、はい、させていただきました。あの、はい。まあ、喫煙は明らかに、まあ、ちょっとこの後も話しますけれども、えー、腎臓には悪影響で、むしろ運動がいいよ、みたいな、そんな感じの回でしたね。はい。えー、コメントが、成田さん、綾間間さん、ゆかりんりん、もみじさん、あっちゃん、ノエルさん、まるともさん、キャスパーさん、 かんちゃんからいただいております。ありがとうございます。はい。まずは、えー、あやままさん、始まる時の価値が癖になってきました。今は、運動はどの年齢や疾患に関しても必要ですね。苦手なんですけど、っていうことで、はい。コメントありがとうございます。これは、始まるときってね、価値ってなってるんですか <laughs> ちょっと <laughs>、わかってないんですけども、はい。あの、価値です。はい。<laughs> えー、続きましてが、 あっちゃん、えー、昔は人造君にとっては運動は NG と言われていたから、引っ掛け問題でもあったのかな、えー、私も武雄先生に出会ってなかったら知識もなくて、まさかカレーも原因だなんて知らなかったです、えー。長生きできる世の中になってきたのに、人、えーえー、臓器の老化は止められないから、やっぱり健康寿命を伸ばすのは簡単ではないのかなあ運動はそういう,ふうに一役買ってくれますよねっていうことではい、コメントありがとうございます。いや、そうですね。あの まあこれその中でも言いましたけど、別に腎臓に限らずですね、どんな臓器も老化はしていくんでいって。はい。なので、でもやっぱり、運動はね、本当に100いあって1位なしの反対ですね。100があって1位なしは逆だ。それは喫煙ですね。はい。なんで、はい。まあ、運動大事ですっていう感じですね。はい。ありがとうございます。続きましてが、ノエルさん。ああ、勘違いしてた。運動習慣がないってことだと思ってて、全部リスクになる。 なぁと思ってしまいました。センスないですっていうことで。はい、コメントありがとうございます。いえいえ。これね、なんかこの日のスレッツの前日の投稿はね、なんかすごいいろんな方に見られたのか、なんかいろいろちょっとツッコミが入ったんですけれども、あの、はい、これちょっと若干確かにね、問題文が引っ掛けっぽくなっているので、僕の投稿もね、ちょっとよく、リスクになるのはどれみたいな投稿をしてしまったんで、それで勘違いされた方もいらっしゃるかもしれないですけれども、すいませんでした。はい。 え続きましてが、あ、カンちゃん、えー、っと、内科医竹は妥協内科クリニック、河原診療所の、の過去 AI 要約の書き出しに笑ってしまいましたっていうことで、はい、コメントありがとうございます。これはね、毎回実はね、こんな感じになってるんですけど、いつもね、省いてたんですけれども、なんかね、この時は全部、えー、っと、コピペしてしまったんで、あの、すごい要約、冒頭の要約がね、すごいことになってますね。しかも、内科医が、あの、 うちの海、うちの海の医師になってるんですけれども、はい。<laughs> はい。です。はい。まあちょっと AI、クロードさん、ちょっと頑張っていただきたいと思いますね。はい。はい。えー、っと、続きましてが第970回ですね。また腎臓シリーズ第2弾ですけれども、腎不全、治療選択とその実際を読み解くっていうことこれはね、もう昔から、非常に昔からある資料の毎年更新されるやつですけれども、あの、 特に腎代替療法の選択の時には、ね、必ず必須の資料という感じですね。はい。に、えー、とコメントをゆかりんりん、えー、もみずさん、あやままさん、なりたさん、まるとまさんからいただいております。ありがとうございます。まずは、えー、ゆかりんりん、お発表こだわん、えー、腎不全治療の方法に移植あ透析と移植があること、その前,その前に腎 腎臓機能を保つため根本になっている病気を改善させる腎臓を守る薬の服用などいろいろな方法があること腎代体,体療法のメリットデメリットを考慮しながら治療を進めていくことになるんですね。えー、明日以降のお話 にも興味津々だわんっていうことで、はい、コメントありがとうございます。そうなんですね。だから、特にね、人代替療法に関してはですね、あの、まあ、この後のもみさんのコメントにもありますけれども、あの、本当にね、何が正解ってないんですよね。本当に人それぞれに合った人代替療法の選択っていうのが必要なんで、はい。あの、ま,あ、まさにいつも言ってるシェアディッションメイキングですけど、共同意思決定っていうのがすごい大事なんで、はい。その辺を分かっていただけたらいいかなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。 続きましてが、モミーさん。えー、一般認識として、腎臓が悪くなったら透析、しかも血液透析と思われていますよね、えー。医療者からの説明もしっかりある場合もありますが、患者が理解しないまま、あれよあれよという間に、えー、透析クリニックに来ているという話も聞いています、えー。医師は説明しているつもりでも、患者がなかなか理解していないこともあるし、透析という言葉しか知らないで、何をどう治療するのん、何をどうする治療なのか。 が分かっていないいいいい場合もってううこととではい、コメントありがとうございますいや、これね、すごいあるんですね。というか、まあ,あの今でこそね、その診療報酬っていう、その、えー、と説明することに対して、こう医療者側にちゃんとこうお金が入る仕組みになっていて、まあ、それも支援、国が支援してるんですけど、かつてはなかったんですよね。だから、まあそこらへん、ボランティア的にされていたっていう部分もありますし、あとは、まあ、緊急 のね、あの導入になる場合もあるんですね緊急であの例えばカリウムがものすごい高いからあの、もうその日のうちに血液透析で返しないといけないとかっていうこともあったりするんで、まあ、その場合にもね、あのまあ、原則的には、ねまあ、落ち着いてからその腎代替療法の療法選択をやるべきなんですけれども、それが、ね、もうそのままになってしまって、血液透析導入みたいなことになってることもね、まあ、かつては結構あったんで。 はいありますよねあとはまあそのやっぱりねこう急な事態になると患者さんもまあご家族もそうですけど気が動転していてっていう部分もあるんでゆっくり考えられないっていう時とかもあったりしますしね、はいまあ、いろんな事情がありますけれどもでもまあ先ほど言ってるようにまあ共同意識ってすごい重要なんで、はい、と思いますはい、えー、続きましてが 成田さん、えー、医療者でも腎代替療法イコール血液透析と思ってしまいがちです。えー、選択肢がいろいろあるってことは周知していきたいです。ありがとうございました。ということで、はい、こちらこそありがとうございます。そうなんですね、これ、医療者の、だからね、あの、結構ね、医療者の説明の仕方もね、あの、問題があるときがあるんで、はい、これはちょっと、医療者向けにもね、あの、はい、透析じゃなくて腎代替療法と個人的に言ってもらいたいんですけどね、ちょっと言葉長くなりますけども、はい。 って思います、はいえー、続きましてが、丸友さん、えー。ライブ中はカラスさんとのお話に夢中になってしまったので、その後5回ぐらい聞き返し、見返しをしました。えー、この興味津々すぎる資料を10分で解説した竹内先生のスキルに感服です。カラスさんによろしくお伝えください。っていうことで。はい。コメントありがとうございます。あの、今日もね、実は始まる前、カラスむちゃくちゃうるさかったんですけどね。なんか放送始まったらカラス泣きやみましたね。はい。 えとこの資料はね、僕もう何十回と話してるんで、何十回どころじゃないかな。あの、はい。それでもう話し慣れてるっていうのはありますね。はい。はい、という感じでした。ありがとうございます。えー、続きましてが、あ今日ちょっとなんか。 時間を押してますね。ちょっとスピードアップしていきます。第971回ですね。CKD 診療ガイド2024、どこよりも早く解説ということで、はい、これまだあの非売品じゃなくて発売前ですけれども、いる中にはですね、えー、学会でゲットしてきましたんであの、それをお話しさせていただいたっていう、そんな回ですね。えー、コメントは、あやままさん、ゆかりんりん、えー、まるともさん、のえるさん、もみじさん、成田さんからいただいております。ありがとうございます。 はいまずは、ま浜さん。私自身、運動が苦手なので、生活習慣、睡眠、運動を見直さないとと思いました。病気になるのもそうですが、フレイルマッシュグラですっていうことで、はい、コメントありがとうございます。そうですね。まあ、フレイルもね、あのー、特に腎臓領域でも最近トピックの一つなんで、高齢者のフレイルね、あのフレイルサルコペニア、あのー、予防にやっぱり運動大事かなと思います。はい。はい、ありがとうございます。えー、続きましてが、 ノエルさん、病気は嫌なのになぜ甘いものがやめられず運動できないんだろう。頑張れ私っていうことで、はい、ありがとうございます。ぜひ頑張ってください。あの、なんなら動機付き面接やりましょうか。私、動機付き面接、サンキューなんで。はい。えー、続きましてが、成田さん、えー、生活習慣指導のポイント、口腔ケアの必要性や、便秘が良くないことなど、どんな病気にも当てはまるのですね。 え生活瞬間だけで予防できるものでもないですが、できることから気をつけて自分の臓器を大事にしたいです。ありがとうございました。ということで、はい、はい、コメントありがとうございます。そうなんですね。いや、今回ね、その航空ケア、航空ケアに熱心な先生が入られたのか、すごいね、そこ、<laughs> 強調されておられて、はい、すごいなと思いましたね。はい。ですし、やっぱりね、まあ、薬もね、あ この次にも話しますけれども、かなりね、画期的な進歩あったんですけれども、薬だけでもないですからね、やっぱりね、あの、生活習慣、まあ、運動、食事も含めた、あの、生活習慣も大きく関わりますからね。だから、ここら辺、まあ、患者さんのご協力も必要不可欠なんでとは思いますね。はい。ありがとうございます。はい。えー、で、続きましてが最後。 第972回ですね、えー。患者さんとご家族のための CKD 療養ガイド2024を読むということで、えっ、ー、と、これも最新版ですね。えっ、ー、と、何年ぶりの改定だったかなあの、改定の最新版を読ませていただきました。はい。ただちょっとね、まあ、値段はね、安くてすごいいいんですけど、ね、ちょっと内容がね、難しいかなと、個人的には思いましたけどね。はい。ということで、えー、コメントが、あやままさん、もみじさん、なりたさん、えー、ゆかりんりん、 まるともさん、あっちゃんからいただいております。ありがとうございます。はい。まずは、えー、ゆかりに、おはべこだわん。えー、本日の声の書評をお待ちしておりました。えー、先日、学会にて購入され、電車の中で私にちらっと見せてくださった、えー、書籍に興味津々。はい。その時はナビゲートありがとうございました。ちなみでしたので、Q&A 方式になっていることまではわかりませんでした。えー、CKD ならようやく聞き慣れたものの D D、DKD。 この、あの、糖尿病関連腎臓病ですね。はい。という言葉に一部の TKO はざわざわ、えー、専門用に慣れていらっしゃる、えー、腎臓学会メンツが作成され、作成されているとこうなる的な。えー、ぜひ、武雄先生も次回の改訂版に携わって赤ペン先生になってくださいということで。はい。そうすれば、もっともっと、もっとわかりやすい書籍になること間違いなし、えー、お薬の件もお話しくださり、ありがとうございました。ということで、はい。コメントありがとうございます。 いや、これね、本当に、まあ、あのあ、先日のね、えっと、メンバーシップのオプチャーにも出しましたけれども、えっと、おとといぐらいだったかな、あの、ニュースピックスのですね、えっと、月曜日の晩にやってる、えー、動画があるんですけれども、そこにもね、あの、その、 コミュニケーションみたいな話が出ていて、えー、その、まあ、えび、内容としてはエビデンスがなぜ重要かみたいな話だったんですけれども、やっぱりね、この翻訳してね、こう伝える技術ってね、その専門家のね、その研究スキルとは全く別物なんですよね。だから、これちょっと宮川先生がね、その心理学系でっていう、その、そのコミュニケーターみたいなことになりたいみたいなのを言っておられたのと同じで、僕ね、ちょっと <laughs>、 あの自称を医者としてですね、こちゃんとこう分かりやすく伝える工夫みたいなのはね、やりたいなというふうに改めて思いましたね。これ読んで。はい、ちょっとこれでは伝わらないんじゃないかっていうのは結構ありましたからね。と、はいう感じでした。はいありがとうございます。えー、で最後、あっちゃん。えー、医学書籍で1320円はだいぶ良心的なお値段ですね。えー、成田さんのコメントを読んで。 ナイタさんのコメントが、あの腎臓の位置っていうことですね。はい。コメントを読んで、腎臓を組んで、体のどの位置にあるのか、多分私も正確には分かっていないかもです。背中側で骨盤よりは上で、肋骨より下で、えー、腸の裏側ぐらいかな、ググります。かっこ笑いっていうことで。はい。コメントありがとうございます。 えーとあでゆかりんにんさんは人生検したことで刺された位置なんだと実感しましたっていうことでいただいてますけれども、はい、あの腎臓はそう骨盤は上なんですけど肋骨よりは下っていうか肋骨の裏なんですよねだから人生検する時にはあの大きく息吸ってもらってその大きく息吸うと,、えー、と横隔膜が下がって腎臓がこう肋骨からちょっと下の方がはみ出てくるんでその腎臓の 下曲って言いますけど、腎臓の下の方を指すっていう、そんな感じなんですよね。まあ、ちょっとこれ、言葉で表現するの難しいんですけれども、だから、あの呼吸がね、うまいこと、息止めとかね、できる、できないとね、あの人生圏危ないんで、はい、っていうのはありますね。はい。まあ、あの詳しくはあのグ、Google 先生とかがあのちゃんと場所書いてると思うんで、あのそれをご覧いただけたらと思います。はい。 ということで、えー、たくさんのコメントありがとうございました。はい。ちょっとご紹介しきれてないコメントもありますけれども、あの、すべてのコメント、目を通させていただいてますし、あとは SNS でシェアいただいている方も、いつも本当にありがとうございます。はい。皆様のコメント、拡散が励みになっておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。はい。それでは最後、新んじゃんけんに行きたいと思います。はい。いきますよ。新んじゃんけん、じゃんけん、ぐ、 ということで、今日も幸せな一日でありますように、お相手はない1回の竹江でした。興味津々。